So I leveled up who I could or who I wanted to. I didn't really focus on other people, but I think I'm happy with what I have. And we're gonna do a lot of side quests. There's three of them right now. One of them, Shuna.2人とも揃ってどうかしたのか？これはリムル様。たった今シオンと新しい商品について相談をしていたところです。新しい商品？そうです、リムル様、とても素晴らしいものです。ええ、完成すればこの町の新たな特産品として売り出せると思います。ですのでぜひリムル様にもお力添えようと思いまして。まあそこまで言うなら、一体どういうものなんだそれは。ですね、弾力がありそれでいてスベスベした感触も重要です。暑い日でもひんやりとしているクッションのようなものがより好まれます。そうか、そこまで具体的に想像できているのか。はい、絶対に売れます。要はウォーターベッドとかゲルクッションみたいなものか。とりあえずそれっぽい材料を集めてみるか。南の参道にあった綿花が良さそうだな。ありがとうございます、リムル様。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。Okay, so we gotta collect new item, and they cancel. So you can't do two quests. What the hell? So I'm guessing you need to bring Shuna. Oh wow, two girls. Koku. Koku.探索開始だ。たあ、それ、たあ、それ。コク、接敵を確認しました。消し飛べ。いざ。する。かあ、くらえ。いや、せよ。たあ、それ、たあ。ふむふむ、結構調子いいな。それ。So I'm guessing you get them out of the chest now.Because since the enemy didn't drop him on the first battle. And it has to be out of a special chest. Alright, there you go. So the last chest is up there.接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。今こんなもんかな。フッフッ。そりゃ。食らえ。フレアサークル。食らえ。Well, that quest is done. I guess I used up the or my.よし、素材は集まったな。これをうまいこと組み合わせられれば、ひんやりすべすべ、程よく気持ちいい感触で要望通りだな。よし、早速シノとシオンに店に行くか。
こんな感じでどうだ？素晴らしいです、リムル様。本当にありがとうございます、リムル様。ただただ？いえもっと大きい方が良いかと。そうですね、それこそ体全体で抱きつけるような。でかい抱き枕が作りたかったのか。あんまり大きいと商品として扱いづらくないか。それにこれは試作品だからな。特産品にするならもっと凝ったデザインに。いいえ、リムル様、これより先は私たちにお任せを。そうですそうです、細かいところは私たちにお任せください。そうか。まあ二人がそう言うなら任せるよ。本当にありがとうございます、リムル様。では失礼しますね。完成を楽しみにしていてください。おお。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。 So I was saying that I guess I maxed out Shion, and it's time to change that. I need to add somebody else. And what I mean by maxed out is we have like a friendship sort of thing. Rimuru no danna.リムル様、ガゼル王から書簡が届いております。おお、ありがとな。何何、まったくお前は何を考えておるのだ。スライム崇拝などまだまだ気が早いのではないか。え、なんだそれ。なんだか俺そっくりのでっかいぬいぐるみが大量に売り出されてるみたいなんだけど、そんなの出荷してるって話聞いてないんだが。リグルド、何か知らないか。そのはぁはぁじゃなくて、お前なんか知ってるだろ。実は前にシュナとシオンに頼まれて作ったクッションの試作品、それを巨大化して俺の形を模したものねえ。可愛いスライムである俺の素晴らしさを他国にも広めたかったということらしい。ちなみにこの町の住民にはすでに配給済みのようだ。我が家でも重宝しております。一家に一台ならぬ一家に一リムル。まあみんなが喜んでくれてるのならいいか。目標を達成しました。よし、目標達成。リムル様、ゴブタ、そんなにしょぼくれて一体どうしたんだ。リバーシ以外にじいさんに勝てる別のゲームないっすか。ああ、そのことか。そんなに勝ちにこだわらなくても白狼相手に善戦したじゃないか。ダメっすよ、オイラはいい勝負をするためにやってるわけじゃないっす。一泡吹かすため勝たなきゃ意味ないっすよ。白狼が相手だと結構厳しいんだよな。例えば4人対戦の麻雀とか、運も必要なポーカーとか。ルールを教えてほしいっす。今度こそじいさんに勝ってみせるっす。仕方ないな、説明するか。麻雀はいろんな模様が書かれた牌を引いて捨ててを繰り返して手元に牌の組み合わせを作るゲームだ。マンズ、P、
ピンズ、ソーズとかがあって、それなら麻雀ってのがいいっすね。多人数対戦ならいくらじいさんでも隙が生まれるっすよ。よし、麻雀で決まりだな。もちろんだが、道具の作成は必要だぞ。わかったっす。灰や宅を作るため材料を集めて怪人にお願いしてみよう。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。All right, so... 能力の上昇。Well... よし、出発だ。 I guess we're gonna work on... Well, I guess this is gonna be a side quest thing, because it looks like... The main quest is somewhere else. Koku.接敵を確認しました。消し止め。ふん、なそや。よこりゃ、こそや。覚悟せ。た。この調子でガンガン行くぞ。それ。We got. So we get things, or we complete the quest by killing monsters. コク、強敵を。The monster drops stuff.Alright, so it's not just any monster. It has to be like the rock monster.資源の足しにするか。コク、接敵を確認しました。フレアサークル、くらえ。いいぞ。よっ、そりゃあせ。やばいや、任せるぞ。我が輩にお任せあれ。ボルテックスクラッシュ。ちょっと休憩するぜ。決まった。よっ、無理や。この調子でガンガン行くぞ。私たちの勝利ですね。 So we need to fight the rock gators. それ。た。ここ。強敵を。Are you serious? There better be rock gators and not bats here. Oh, there it is. くらえ。くらえ。くらえ。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。うりゃ、そりゃ、よっ、そりゃ、ふん、そりゃ、うりゃ、食らえ、それ、おみや、よっ、そりゃ、うりゃ、消し止め。この材料を使ってマージャンパイってのを作ればいいんだな。ああ、ハクロウ対ゴブタの2回戦ってわけだ。あいつまだ来れてねえのか。よし、すぐに調べてやるから待ってな。相変わらずのいい仕事っぷり、優秀すぎるだろう。次はゴブタに戦略を教えてやらないとな。コク、新たな目標が発生しました。
All right, the Gobta. We gotta start a conversation. Ringu-sama! Gobta, Mahjong Pai ga dekita zo. Kansha ssu! Ato wa oira ga jin-san ni katsu dake ssu ne. Tabun Mahjong demo Hakurou ga katsu darou na. Nantoka katasete yoritai ga.Rimuru-sama, どうかしたっすか？いや、何の戦略もなくただ勝負を仕掛けても前回の二の舞だ。悔しいっすけど、確かにリムル様の言う通りっす。お前が勝つには他の二人とうまく力を合わせるしかない。協力っすか？ああ、ハクロウ以外の三人で敗意を教え合うんだ。そんなの必勝じゃないっすか。勝てる確率はぐっと上がるだろうな。だがこれは言うなら3対1だ。やるかやらないかはゴブタに任せ。やるっす。おいら心を鬼にしてやるっすよ。ゴブタを勝たせるにはこれくらいしないとだよな。次はハクロウに手合わせを頼みに行くか。しかし俺が進めといてなんだが、それでいいのか、ゴブタ。悪いな、ハクロ。またゴブタの勝負を受けてやってくれないか？またですか。闘争心だけはなかなかのものですな。それで、またリバーシですかな？いや、今回は別のゲームだ。麻雀って言うんだけど。なるほど。これはなんとも奥の深い遊戯。今回は4人対戦だ。ゴブタの他にゴブゾウとヨウムが参加する。いい、わしは構いませんぞ。よし、勝負は明日だ。よろしく頼むぞ。学習能力のない小僧じゃ、かかってくるがいい。そんな余裕を見せられるのも今だけっすよ。なんて言っても今回は周りがみんな協力者っすからね。いざ勝負っす。なんて強さっすか。残念じゃったの。わしの1位で終了じゃ。豪快なツモで8000点オール。瞬殺。イカ様をする暇もなかったみたいだな。汚い手を使っているうちはわしには勝てんと心得よ。バレてたんすか。前回の接戦はまぐれじゃったか。見損なったぞ、ゴブタ。その曲がった根性、修行を強化する必要がありそうじゃの。それだけは勘弁す。やっぱりイカ様はダメだよね。許せ、ゴブタよ。リムル様、何に黄昏てるすか。助けてくださいっす。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。ガブタ、ガブタ、ガブタ。前回はひどい目にあったっす。けどおいらまだ諦めてないっすよ。ハクロウとの対戦か。前回の勝負は忘れよう。おいら、リムル様が前に進めてくれたもう一つのゲーム、ポーカーがしたいっす。確かちょっと麻雀に似てて、手札で役を作るんすよね。あれなら運も必要ってリムル様が言ってたっすから。
オイラでも勝てるかもしれないっす。ポーカーか。ポーカーでも正直ハクロウには、いや、最初から諦めるなんてダメだよな。こうなったら何が何でも勝とう。リムル様、オイラのためにそんなに必死になってくれるんすね。ああ、ただし今回はイカ様はなしだぞ。イカ様はもうゴリゴリっす。よし、乗りかかった船だ。ゴブタが勝つところを見届ける。オイラ、さらに燃えてきたっす。まずはいつも通り遊具の作成だ。トランプを作るにはカードに数字やマークを書くための染料が必要だな。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。能力の上昇率を開始します。出発だ。コク、探索開始だ。たそれ。コク、強敵を発見しました。やあ、油断した。くらえ。さすがに効いただろう。やあ、やあ、それ、やあ、油断した。おりゃ、ふむ、それ、やあ、そりゃ、やあ、ふむ、それ、やあ、おりゃ、やあ、ふむふむ、結構調子いいな。私たちの勝利ですね。た、お、なんだこれ。それ、た、それ、た、コク、接敵を確認しました。それ、それ、た、クレアサークル、くらえ。おりゃ、おりゃ、そりゃ、ふん、そりゃ、た、ふむふむ、結構調子いいな。た、それ、た、コク、接敵を確認しました。クレアサークル、くらえ。この調子だ。おりゃ、それ、まだで、さあ、いい感じだ。こわーん、くらえ。オーガフレーム、よっ、そりゃ、おりゃ、そりゃ、それ、あっ、ふん、それ、ふむふむ、結構調子いいな。強敵を発見しました。よっ、そりゃ、よっ、油断した。これで決まりだ。食らい尽くせ、プラトニック。こんなもんかな。おりゃ、食らえ、消し止め。これで決まりだ。食らい尽くせ、グラトニー。こんなもんかな。ふん、そりゃ、おりゃ、そりゃ、消し止め。オーガフレーム、た、それ、おりゃ、ふん、や、そりゃ、よっ、そりゃ、おりゃ、そりゃ、よっ、そりゃ、ふん、この調子でガンガン行くぞ。私たちの勝利。
シナ、トランプを作ってくれないか？なんでしょうか？トランプとは？トランプはカードみたいなものに4種類のマークと13までの数字、たったそれだけでいろんな遊びができる、なかなか便利な代物だ。なるほど、面白そうなものですね。わかりました、すぐに作成いたします。おう、ありがとな、シュナ。いいえ、このくらいお安いご用ですよ。次はゴブタと特訓だな。ゴブタ、トランプを持ってきたぞ。こいつでしっかり練習するんだ。ポーカーフェイスっすね。完璧っすよ。大丈夫なのか？リムル様。ハクロ、ゴブタの再戦なんだが。ええ、そろそろ来る頃かと。ただし、前回みたいなことはご勘弁ですぞ。ああ、すまなかったな。実はあれは俺の提案だったんだ。だが、今回は正々堂々と真剣勝負だ。もちろん手加減は無用だぞ。当然ですわい。リムル様には気の毒ですが、いつも通り敗北の味をあの小僧に教えてやりましょうぞ。手厳しいな。勝負は明日だ。よろしく頼む。お待ちくだされ。勝負の内容はどうされますか？すっかり忘れてた。今回はポーカーだ。トランプって道具を使って配られた手札に役ができるかどうか。強い役ならそれで勝負。弱くてもハッタリをかければ相手が降りることもある。役の組み合わせはいろいろあって。なるほど、興味深い心理戦というわけですな。やっぱり飲み込みが早い。こりゃ厳しい戦いになるな。ああ、あいつも必死だからな。よろしく頼んだぞ。ゴブタ、どうだ？ポーカーの要領はつかめたか？ポーカー、奥が深くて面白いっす。もうちょっと練習するっす。いつもの訓練より熱心だな。ゴブタ、もしかしてこんな時間まで練習してたのか？もちろんっす。いろいろなパターンを研究してたっす。そうか、本気で白狼に勝つ気なんだな。もう二度も負けてるっすからね。おいら、明日の勝負にかけてるっす。俺も手伝うよ。そんな、悪いっす。リムル様にはこれまでもいろいろしてもらってるっすから。いや、言っただろ、乗りかかった船だって。俺だってお前が勝つところを見たいんだ。リムル様、これはもう死んでも負けられないっす。よし、まずはブラフのかけ方だ。いいか、ブラフってのはだな。